連敗ストップを託された広島先発のルーキー大瀬良。序盤から直球、変化球ともにさえヤクルト打線を寄せ付けません。すると2点リードで迎えた5回、大瀬良の好投に打線が応えます。3番丸、4番エルドレッドの2者連続ホームランなど打線が爆発。7対0とし、勝負は決まったかに見えました。しかし6回、楽勝ムードが一転、突然大瀬良が崩れます。1点を失うと、さらに4番バレンティン、相手の主砲に14試合ぶりの一発を献上すると、その後も打ち込まれた大瀬良はこの回途中でノックアウトされます。猛追を受けた広島でしたが、9回またもや打線が爆発し、この回一挙6得点で今度こそ勝負あり。合計28安打が飛び交う乱打戦を制した広島は首位をがっちりキープです。順位表です。勝った広島は2位巨人、3位阪神とのゲーム差を2に広げ首位キープです。続いてメジャーリーグ。